皇帝の中村ヒューガがピット離れで3コースまで入っています。1,2,5 そして3,6,4という並びになっております。作戦最高です。さらに新プロペラでの参戦となっています。並びが変わりました。本番のレースカイマックカードの予選競争第一競争、スタイルは3対3、進入体型定まって体型の方はインコースから1番2番5番3番6番4番の体型、予選競争第一レーススタートいたしました。ちょっと3号艇の高木が大きくタイミングをした感じになりました。一周内回ってのか予選争いはインカレに対戦1号艇、2号艇がつけ前観光、内側から5号艇が刺していくバックストレッチ向こう上面でありますが、2コースから先巻き観光、2号艇の相馬翔が主導権を取ってリードのは2番5番6番の体勢、3連単は満州の決着でありまして予選の第1レースはゴールです。今1着で2号艇の相馬ゴール、1着5号艇中村ゴール、3着6号艇の山崎ゴール、候補ミスが来ました1号艇の生馬、4着でのゴール、4号艇豚、最後方3号艇高木ゴールです。